南さすがは日本の振付師。表記は振付演出家。神奈川県藤沢市出身。芸名の名付け親は桑田圭介。3歳からバレエやジャズダンスなどに取り組み、16歳の頃からインストラクター、20歳の頃にはミュージカルダンサーとして活動。自分自身で創作ダンスを展開し、ストリートパフォーマーとして活動するようになっていく。 その後歌手の振り付けや、コンサートなどのバックダンサーとしての出演、さらにコマーシャルの振り付けなどにも取り組む。振り付けを手掛けた CM は現在まで多数オンエア、されている。振り付けを担当した歌手も多数に上り、サザンオールスターズの桑田からは、これが縁で芸名を授かっている。稲村ジェーンの振り付けも担当した。また、スタイリストとしても活動。 自らが率いるクリエイティブダンスチームさすが組で後継者を指導している。1980年代に活動していたバンドジャガタラのメンバーでありコーラスダンサーとして参加していた。解散後には同バンドのメンバーらと組んだタンゴスというバンドでもボーカリストとして活動していた。2000年1月 NHK のようこそ先輩という番組で母校である。 神奈川県藤沢市立片瀬小学校へ行き、生徒と共に校歌に振りをつけ、全校生徒で踊った。2010年10月26日高齢者対象の運動プログラム、心からダンスの DVD 完成披露を兼ねて、岩手県にて発表を行った。2011年8月3日、キティちゃんとサスガちゃんでダンスユニットを結成。ユニット名は、キティサスガ。 コンセプトは、脳育ダンス。企画協力は、脳科学者、久保田恵、脳科学おばあちゃんで知られる、久保田佳代子。2012年4月1日テレビ神奈川とさすが組の共同企画として、神奈川に、ゆかりのある、真心ブラザーズと共に、老若男女地元トラブソング活動をスタートさせた。二千十二年十一月佐藤大事、ワトゥーシ、大塚愛などのメンバーを集めた、バンド、 ラビットを結成。翌月に CD、裸人リリース。2013年3月17日熊本県が小山く堂に制作を依頼した新曲、熊門門が披露された。作詞、作曲は、韓熊本市出身の森高千里が歌い、振り付けは南さすがが担当している。監督は6,7544,410。 2013年4月1日テレビ神奈川とさすが組の共同企画として超体の多いクダンス番組ミブリテレビをスタートさせた。2013年6月2日テレビ東京ソロモン流に賢人南さすがとして出演乳幼児から高齢者施設まで加わった0から100ダンスプロジェクトを密着取材。日本、ハワイ、サンフランシスコでロケーションした。 2014年9月、白井隆子と、文部科学省日本ユネスコ国内委員会、ESD メッセージソング、僕らは、大きな世界の一粒の命を制作した。企画、演出、映像制作、さすが組。2015年12月、藤沢市の、藤沢シティプロモーション、キュンとする街。藤沢のダンスを考案。 2016年6月20日国連 UNHCR 協会の難民支援活動の一環で、つなごう難民プロジェクトに参加。ヨルダンでシリア難民とのダンスコミュニケーションを行った。2019年6月、日中青少年ダンス交流で、蘇州市、上海市、大阪、金沢、日中4都市連携での法中団約120人を結成し、 日中青少年ダンス交流イベントを開催。2020年5月嵐のワクワク学校オンラインで体を動かそうハッピネス体操2020の振付演出を行う。2021年8月大阪府美濃推しにて0100ダンスプロジェクトの発表。企画、演出、出演、ありがとうございます。